朝日生命保険総合会社は、総合会社形式の生命保険会社である。旧、小賀財閥に属し、現在も、小賀グループや第一管銀グループのメンバー企業として、名を連ねている。このため旧第一銀行と関係が深く、水保フィナンシャルグループに近い政府と言われている。また、小賀グループ各社の主要株主に名を連ねている。東京都多摩市にある、 多摩本社1881年設立の有限、明治生命保険会社に続き、1888年に国内2番目の生命保険会社として設立。戦前は大手5社、戦後は大手8社の一角を担ってきた。しかし、1990年代の政府機あたりから、週刊誌などで、たびたび経営危機が取り沙汰され、2001年に、 ミレアホールディングスとの経営統合を発表するも白紙撤回。団体保険分野から事実上撤退し、個人保険分野へ経営資源の集中を図ったが振るわず経営規模は大きく縮小。中堅損害保険会社のアサヒ火災会場保険との間に現在は資本関係がないに属する企業であるが、もともとはアサヒ生命も設立に携わっていた経緯がある。他、 ありがとうございます。